2011年5月24日これから鶴見へ黒釣りに向かいます。その前に佐伯市の江藤釣り具で巻き餌の準備をします。江藤釣り具は屋内で巻き餌の準備ができるので天気の悪い日も雨が気になりません。木村さんはオキアミの生4角と、それを全解凍をして軽く刻みます。原型が8割のイメージです。これ柄がこっちに見えるように入れて、そうそうそう、ブレージャーもこれがベース。そう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 、そっちが見えるよ。ブレジャーも。ベースですね。今ちょっとこう棚が浅くなりますからね。ブレジャー。パン粉が多いかな。パン粉がやっぱ結構入ってますね、これは。次に混ぜるのが V9 スペシャルです、ウルトラバイトアルファを配合しており固形物の多い集魚剤です。集魚効果が非常に高いです。刺さんのやな、ここでは。そうですね。ちょっと刺す人もおるけど。そうですね、ここでは、いつも自分大体釣り具屋さんでこう絡める程度で。でもチヌの時は水混ぜるやろ。まあチヌも、まあ、混ぜとった方がいいんですけどね、どうしてもこう重たくなるじゃないですか。まあ持ってく時にな。はい。実際はもう釣り場で水分調整はするんですよね。ムラなく混ざる程度だよね。そうですね。チヌは練り込んだ方がいいですよね。これは朝使うのとあれは朝使うのはこれです。あ、なるほど。分けて。分けて。向こうでこう水分調整しやすいようにあまり入れてないんですよ。ああ、そっか、なるほど。そうです。だからこっちにちょっと多く残して、こう混ぜやすいようにですね。なるほど。いっぱいにしてしまうとちょっとそこまで混ざらないんで、このくらいで。ああ、なるほど。
いいよ。弱すぎず、硬すぎず、練り込みすぎず、練らないように。そうですね、もう混ぜる、切るように混ぜる、切るように、ムラ、うん、なく、ムラなく、どうしてもこう底の方がね、混ざんないから、そこを意識して、どれぐらいの硬さ？もういいの？もういいですね。どんな硬さ？イメージ。イメージですか。イメージとしてはちょっと水分が多めですかね、自分の場合は。あ、そうやな。はい。まあ、それぐらい。水分多めで。ああ。じゃあまあばらけるか。次回はいよいよ鶴見大島高手の水道での実調を行います。